福岡県は今日143人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました県では家族の間での感染が増えているとして注意を呼びかけています自治体ごとの内訳は福岡県の管轄は38人福岡市81人、北九州市20人、久留米市が4人です佐賀県は6人の感染を発表しています 福岡県の担当者は今月に入って家庭内での感染が占める割合が増えていることから外から家庭にウイルスを持ち込まないように注意するよう呼びかけましたまたソフトバンクホークスは東浜尚投手が PCR 検査で陽性と判定されたと発表しました発熱の症状はなく自宅で療養するということです 濃厚接触の疑いのある3人のスタッフを自宅待機させるとしています。